10から30代女子が、韓国で一番したいこと、デザイナーズホテルステイ、大人気オリーブヤング声は第4位以下。本サイトでは10から30代の女性100人に、韓国で一番したいこと、についてアンケート。トップ3は別記事で紹介したが、ここでは第4位以下のやりたいことを見ていこう。第10位、2.0%は、 アイドル事務所本社ビルを見に行く。BTS やセブンティーン、ニュージーンズなどが所属する HYBE、ビッグバンやブラックピンクらが所属する YG エンターテインメントなど、アイドルファンなら推しの事務所巡りも欠かせない。グッズショップが併設されているところもあり、推し活も楽しめる。推しの会社やグッズを見たい30歳女性。 好きなアーティストに会いたい29歳女性専門職第9位3.0%はカンドラの撮影場所巡り美容系のマッサージ最近日本でも大流行した愛の不時着なしタインクラスなど人気ドラマのロケ地巡りも大人げドラマでおなじみの場所に立てばあの感動を再び味わうことができそうだ 美容系マッサージは日本よりも韓国の方が比較的リーズナブルにエステが体験できる。赤すりや小顔管理など韓国ならではのメニューも多いので美容大国で美肌も手に入れられる。カンドラが好きだし美容先進国だからマッサージで綺麗になれそう。27歳女性主婦美容に興味があるから体に良いことをしたい。 28歳、女性、コンピューター関連技術職。第7位、4.0%は、スタバなど世界的チェーンの韓国限定グッズを買う、ロッテマート、スーパーなどで買い物。スターバックスなどのカフェチェーンは、コーヒーメニューだけでなく、その国ごとの限定グッズも人気。もちろん韓国でしか買えない限定のマグカップやタンブラーなどがあり、 韓国的なデザイングッズなど、ご当地感実用性もあり、お土産にもおすすめだ。スタバは各国のグッズが可愛いから27歳女性。お土産にするにも一番無難18歳女性学生フリーター。限定商品に興味がある28歳女性。レアだから34歳女性営業、販売。 ロッテマートは韓国各地にある人気の大型スーパーマーケットで、加工食品から日用品、コスメまで品揃えは豊富。現地ならではのキムチや韓国のりお菓子など、お手頃価格で購入でき、自分用だけでなく、こちらもお土産を買うのに最適。ロッテマートの他にも、エマート SSG フードマーケットホームプラスなども人気で、 それぞれの品揃えも楽しめそう。地元で流行っているものを買いたいと思うから、25歳、女性、主婦。豪華そうだし、楽しそう、16歳、女性。一番楽しそうだから、16歳、女性、学生、フリーター。ロッテが好きなので、33歳、女性会社経営、役員。